ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は国枝漢治作江戸名人伝より九代目団十郎この作品集は昭和12年に刊行されたものですそれでは本文をどうぞ 第一章ねえお前さんふと珍仕事の針を休めて夫の痩せたせい遠慮がちに声をかけたお升の養殖はぼろに包んだ玉にもたとうべきものであろう古幕を染め返した土寺を身にまとってあたら二十一の花盛りをお城池一つなしに 柳島のひとりへ一目を避けたわび住まいの身でありながら2年前の春まで「牧町小町」とうたわれた美しさは身の皮を剥がれるような書体句にも奪われることなく切迫の素顔が一輪の梅花のようににおっていた今日はまたなんて冷えるんでしょうねまたお前さんも。 あんまり根を詰めだと体に触りはしませんかそれにこんな陽気ですからうっかりして風邪を引きでもするとうん分かっている江戸歌舞伎の根源といわれる市川宗家旧姓團十郎は骨っぽい痩せ形にこれも浴衣をし直した土寺を着て一貫りの机の前へじっとうずくまったまま 口を一文字に結んでいた。じっとお休みになっちゃどうですこっちへとこうとりましょうまあいいそれには及ばねえよ一体さっきから何をそんなに考えてるんです考えることはいつもたった一つだ捨てるようにこう言いながら團十郎はくるりとこっちへ膝を向けた千家持ちでげっそりこけた方には かみそりを当てたことのないような武将ひげが思い切り伸びて大きな目だけがギョロリと澄んでいた「おますおめえも心細い女房じゃねえかもうこれ2年越しも連れ添ってる亭主が何を思案してるかぐらい提げ察しがつきそうなもんじゃねえか」さあそりゃ大概察してはいますが。 察してたら何にも言わずに黙っていねえでもお前さんの体を思うと心平には及ばねえよ痩せても枯れてもおいらは市川團十郎だ歓迎事をしたからっていちいち体を壊すような弱虫じゃねえや今に日本中の芝居小屋をおますは思わず針仕事の手を離した何ですって今に日本中の芝居小屋を 残らずしっくり消して俺の天下にしようという望みを持った團十郎だ体小さくっても目玉だけのことはするつもりだってことよお前さんハ <laughs> 長え目で見てるってんだ俺がこうやって考えてるのも食うや食わずの今日残っちゃうねえこれから先九代目の一生をかけての芸のことなんだまあ <laughs> 本当に そんな深い考えがあってのこととも知らず私はつい取りこし苦労をしたりしてうれしければうれしいなりに思わず込み上げてくる涙をおますはなんとしようもなかったみっともね泣くことはねえやな泣いてなんぞいるもんですか私はお前さんの息がうれしくって思わず涙が出ましたのさうれし涙か それにしても、近頃はあんまり目の掃除が過ぎようぜ。<笑><笑>いつか出た？夫の冗談口におます。は、ほっとしたので、あろう。再びいそいそと縫い物を取り上げた時におめえ。あいつはどうした？坊主の声が聞こえねえ。じゃねえか。本にさっきまで表で遊んでたようでしたが、じゃあ大方また。 たげでも見に行ったんじゃございいまますか。そんなことかもしれねえだがあいつも人のあげるタコばかりに見ていたんじゃ気が晴れめえたまには自分でもあげてえだろうにそう言いながら団十郎は障子越しにじっと耳を澄ましたつい目と鼻の先の妙見堂の広場であろう師走も押し詰まった二十八日の紺碧の空に。 ブーンブーンと盛んな音を立てて、無数のクマバチを離したような。タコのうなりが聞こえていた。第2章。2> いくら？子供は風の子でもこの吹きつたらしじゃたまります。まい夢中になって構えても落ちるといけませんから、ちょいと行ってみてきましょう。そうだ、あいつは凧揚げっていうと夢中だから寒かろうが見てきてやんね。 お増はさすがにど寺を脱ぎかけたが脱げば下は浴衣の重ね着なのに気づくと思い返してそのまま下駄を履こうとした。とその時だったバタバタっと表から小さい草履の音が木枯らしに吹かれるように迫ってきたがガタッピシャリッと立て付けの悪い格子戸を開けたかと思う間もなくわっと子どもの泣き声が起こった。 赤んぺいだどうしたんでしょうおますはいきなり障子を開けたそこには今しも探しに出ようとした甥の赤ん平が着物を泥まみれにしたまま火のつくように泣いていたおますは赤ん平を抱えた「まあお前どうしたんだいこんなに袖までむしり取られて」が赤ん平はますます激しく泣き続けるばかりだったどうした坊や 男のくくせに泣くやつがあるか團十郎もそう言いながらあたふたと机の前を離れてきた二人の親に励まされて泣きじゃくりながら今戸焼の火入れのそばに座った勘平は團十郎の弟と堀の芸者六金との間にできた子であったが弟の死後團十郎夫婦が引き取って実子のように慈しんできたのだった。 造二の祝いはできなくても、あと二三日で九つになろうという丸顔の可愛い子であった。ダンジュウロウの好みであろう。髪の根元を紫色の紐で結んでだらりと後ろへ下げているのがこの上もなくくるしく見えた。ぼうや、誰と喧嘩をしてきたの？金ちゃんかい？トキちゃんかい？うん、うん。じゃあ筆屋のトクちゃんかい？ そうじゃない。おいらをいじめたのは大家さんとこのくめちゃんだ。何？に針金屋さんのまあ針金屋の坊ちゃんなんぞとお前はけんかをしたのかい ?2 年前の明治7年7月10日に独力で芝のシンボリへ河原崎座の櫓を上げた当時の團十郎は全く日の出の勢いであったがありきたりの色彩と型ばかりに。 して魂のない人形のように空を踏んでいる歌舞伎劇に常々不満を抱いていた團十郎は生きた力のにじみ出る腹芸つまり活力れ者を工夫して江戸歌舞伎に一身面を開こうとの努力を事故の河原崎座において実行し始めたのがそもそもの失敗だったのであろう。会場ごとに 小野が芸を忘れた團十郎は「馬鹿野郎」だの「團十郎は気が狂ったんじゃねえか」何度の悪評が重なってたちまちにして6万円という大借金に首が回らなくなってしまったのだったついに東京にいたたまれなくなった團十郎は河原崎座を閉めて新妻のおます友ども上州屋州と慣れぬ旅芝居を 打ち回ったのであったがそうしたことで目の出ようはずもなく再び恋しい東京の土を踏んだのはそれからちょうど1年ぶりの秋も末であった期ど通りの八方塞がりで親類へも顔の出せない團十郎は権十郎時代からの非いき客であった狩金や徳兵衛に泣きついてその寮へ入れてもらうより道がなかったしかも寮といっても 赤日の威勢のなくなった仮金屋には手入れをする余裕もなかったのであろう壁は落ち軒は傾いて立ち腐れ同様のありさまがそれでも一銭の家賃もいらずに雨露をしのぐことのできるありがたさは決して寝る時も團十郎は足を仮金屋の方へは向けぬくらいに感銘していたそれを今阿寒平の 喧嘩の相手がその坊ちゃんだと知ると夫婦がしばし息もつけぬまでに凶嘆したのも無理ではなかった團十郎はいきなり赤ん兵の襟首をつかんだ「なんてまねをしやがるんだいくら年上がいかねえと言っても見さ屋なしの喧嘩をしてきやがるとはとんでもねえ野郎だ第一お父っつんはな大家さんに面目なくってわびに行く顔があれやしねえぞ」 激しく叱りはしたもののまたもやべそをかき始めた赤ん平の様子を見ると團十郎は思わずいじらしさがこみ上げてまともに赤ん平を見ていられなくなったのであろうわざと顔を背けたその目には涙のつゆが光っていた「これ泣くことはねえから泣かずに訳を言いねえ相手はおめえより二つも上じゃねえか」。 こっっちちからちょっからょいを出したんじゃあるねえななんぞてめえ悪さをしたのかほれお父っつぁんはもう叱りやしねえから本当のことを言うんだお父っつぁんきっと叱らないかい叱らねえだから隠さずに言っちまいなあたいがくめちゃんのタコをあげようとしたのそうしたらくめちゃんがあたいを泥棒って突き倒してぶったんだよななんだって 男十郎の顔は青白かった泥棒ってぶったからあが勘あ平人の持ってるものをあげよったってそれはおめえ無理というもんだぞそうじゃないよクメちゃんがタコを下へ置いて他の子と遊んでたからあたいがちょい借りたんだよそれにしたって人のものを黙って借りるなよかねえだってあたいだって欲しいんだものおめえが欲しけりゃ 買ってやらねえもんでもねえがだが坊やおめえもうどこも痛みはしねえだろうな痛いよ痛えクメちゃんがあたいを突き倒したとき他の子までみんなでたかってあたいを蹴ったんだものみんなでおめえを蹴ったとあみんなでぐっと唇を噛んでいた男十郎は突然赤んぺいを引き寄せるとししとばかりに抱きしめた坊や ししててくくれ、にしてくれよ。今におとっさんは大きな障子みていなタコを買ってやるぜ。辛抱してくれ。おとっさんがしっこしのねえばっかりに何にも知らねえおめえにまでこんな思いをさせにはならねえんだ。今に今にきっとこの柳島じゅうで一番立派なタコを買ってやる。おます。おますも今はたまりかねたのであろう。小野が袖口をかんだまま。 狼十郎の足元へうつぶしてしまった第3章長い間の消え入るような縮まが続いて暮れかけた空には次第次第に薄れてゆくタコのうなりが寂しく残っていた。 平の頭に手を置いてじっと空間を凝視していた團十郎は低いしかも押し付けるような声で口を切った「おますはい俺はもう教官儀で諦めたぜ」「活力なんぞという一人り終わりの野暮はやめにして軒並みの役者を見習うのが当節だ」な,なんですって親方。 お前さん気が狂ったんじゃござんすまい静かにしねえ男十郎は気の狂うほどのぼせちゃいねえよだが積もってもみねえこれから先どこまでもおめえや寛平に苦労をさせるばっかりが男の脳でもなかろうじゃねえか江戸つい一市,市川の流れに差をさして一度は七代目河原崎権之助の名も継いだ俺だがおめえと夫婦になってから ただの一日として楽しい思いをさせたことのねゆくしなさ。やっとの思いで再興した河原崎座はあの始末だし、旅に出れや出るで、泣きっ面に蜂の五難続きだ。おまけに東京へ舞い戻ったのも、二式を着て帰りでもすることが、人目に立たねえよう、気づかれぬようにと、北下森に顔を隠しての都入り。そうしてこんな固い中で、 食,うや食わずのこのざまだ。どうおます親子の縁まで切って嫁に来てくれたおめえもなめえ負けのとんだ芸なしざるにかかりあってさぞかし気色が悪かろう。俺は全くおめえにはすまねえと思ってるんだ。じっと聞いていたおますは突然顔を上げると体をゆすって笑い出した。 十郎はお桝の顔を見つめた何がそんなにおかしいんだ俺はおめえたちを幸せにしてばっかりに一生の望みを捨てようと言ってるんだぜそいつがおめえには分からねえのかそりゃまあ大きにご親切さまな何だと私はね今更言うのもおかしい話だが海の親に盾をついてこっちへ嫁に来たのは 親方の芸に惚れたからでござんすよ。これがお前さんお金や人気に惚れてきた女ならいっそ今のお言葉がぞくぞくするほど身にしみてうれしゅうござんしようが私はそんな浮いた気持ちはこれっばかりもありませんのさどんなに貧乏したからといって野がこれと信じた芸さえ磨いていたら九代目團十郎はいつまでも立派な團十郎じゃござんせんか 芸は二の次にしてお金もけがしたいんだらいっそ氷菓子にでもなるがようござんしよう男の一生をかけた仕事をそう安すと変えるなんて私は親方がそんな安手なお人だったかと思うとおかしくておかしくてたまりませんのさ <laughs> <laughs> ひっつるように笑いながらしかもおますは腹の中で生まれて初めての悔し涙を沸かしていた。 狼十郎は胸をえぐられるようにたまらなかったのであろう閉じた目には熱い涙がにじんできた「おます」はいおめえに言われて初めて気がつくなんざ情けねえがこいつは俺が悪かったおめえの今の言葉が俺には千人力だ木の根を食っても辛抱して俺は自分の信じた芸道に進んでいくぜお前さん 九代目團十郎もおめえの一言がなかったらあったら芸を捨てるところだ勘忍してくんねまあ勘忍だなんて自分の女房にわびろう人があるもんですかね私はもうわかってさえおくんなさりゃこんなうれしいことはござんせまた春が来れば木の芽も出ましょうどうか木を大きく持って焦らずにいておくんなさいそうだ 焦っちゃいけねえ焦ることはなかったんだほらこれでどんなに気が楽になったか知れねえだがこの赤ん兵だけは何にも知らねえんだせめてのしもちの一名ぐらい買ってやって雑煮だけは食わしてやりてえないつの間にやら這い寄った夕闇の中に獅子と寄り添った親子三人の影はいつまでも石のように動かなかったタコのうなりの消えた 寒空には鋭い星が瞬き染めていた第4章東京中を真っ白に染めて師走の雪はますます激しかったそれはタコの一件があった欲晩だった魚河岸の大問屋尾張屋の主人孫七は店の者が大方は遊びに出て行ってしまったつれづれに一人奥の人まで こたつにあたりながら、その日の郵便放置新聞を見るともなしに広げていた。そこへ突然入ってきたのは留守番の若い者松吉だった。松吉の手には八つ畳にした山道の手ぬぐいが無造作に握られていた。なんだ松。え、実は今王道を下ろそうとしておりますと、 変な野郎がやってみりやしたね。夜分遅く伺いまして失礼ではござんすが、旦那にぜひともお目にかかりたくってまいりました。これは誠にお恥ずかしい品じゃござんすが、ほんの手土産代わりに持参いたしましたって、こんな薄汚ね手拭いを持ってきやがったんでけすが、どうしたらよがしょ松吉は掴んでいた手拭いを孫七の前へ突き出した。なんて野郎だ そいつが、笑わせやがるじゃありやせんか。もっともらしく声を落としやがって、手前はおはずくしゅうござんすが、市川炭十郎と申しますって、北面もなく。なんだって市川炭十郎や悪もぬかしやがったじゃござんせんか。あしだってこれでも、戸蔵屋の前を通るたんびに、役者の似顔絵ぐれ見ておりやすが。 いくら団十郎は素豆腐でも、あんな浴衣を染め返した土寺なんぞ、着てくる気づけはござんすめ。わらじせんこじきにちげえねえんで。あっしはそのまま追っ払っちまおうかと思いやしたが、何しろ団十郎と名乗ってきたんですから、一応旦那のお耳に入れといた方がよかろうと思いやして。そいつは、目の大きいやろうか、ええ、確かに大きいござんす。そこんとこだけが似顔へそっくりなんで。 体は小柄でしゃべるときは不定眉が動きやしねえか。へえそのとおりでござんす。あつそいつはてっきり九代目だ。ええ、やっぱり團十郎で。じゃあ旦那ここへお通し申しやそうか。うん。いや待ちねえ。立とうとした松吉を手で制した孫七はじっとうなだれて目を閉じた。河原崎座では。 莫大な損害を被っている尾張や孫七ではあったがそれはそれとして大の團十郎美意気であることに今でも少しの変わりはなかったその不遇を風の頼りに菊につけて何とかしてもう一度返り咲かしてやりたいとの念は常に頭から離れたことがなく時には夢にさえ見るほど好きな團十郎だった。 そののが訪ねてきたのだもとより手を取って迎え入れてやりたい思いが胸いっぱいであることに少しの変わりもあろうはずはなかったがそれだけにまた孫七は情けがかえってあだになることを知りすぎるくらい知っていた「ここは心を鬼にしてと」と孫七は目を閉じたまま強く首を振った「松かまうことね」。 そのまま追っ払っちまいへええそれとも旦那いくらかひねってやりましょうかならねえビタ一文もやっちゃうならねえへえ中ぶらりんの腰を威勢よく上げた松吉は障子を閉めるのも忘れて店先へ引っ返すと雪の吹きかける軒下に水っ鼻をすすりながら喫っそうを待っていた團十郎に吐き出すように声をかけた「おう。 旦那はね、今ご病気で誰にも会うことはできねえとおっしゃるんだこの手拭いはせっかくだがそっちへ消しやすぜ松吉はつかんできた手拭いを邪賢に胸へ投げつけた團十郎の厚い唇がかすかに震えたではせめておかみさんにでもお目にかかってご挨拶を申し上げとうござんすがところがそのおかみさんはとっくにお休みになったんだ 店は朝が早えんだからなさようでございますかがくりと土手らの肩を落とした團十郎は軽く頭を下げるとそのままうなだれてきびすを返したが急にまた振り返った「若石さん旦那のご病気はよほど悪いんでござんしょうかまああんまりいい方じゃねえなじゃあやっぱりご面倒でも」。 おやぶん伺っ,って申し訳ござんせんが何しろ昼間はお恥ずかしながらこんな格好では往来もできかねます成田屋が面をかぶって一言だけご挨拶申し上げたいとおっしゃっていただきとうございます気の毒だがおかみさんにしたってあの線一枚も出やしねえぜな何ですって <laughs> 男十郎の美羽にはさっ との色が乱れた何か勘違いをしておいでのようだが團十郎は痩せても枯れてもそんなさもしい猟犬で伺ったんじゃございません。はあ<う>やっぱり腐ってもてだと褒めてやりてえがこう親方薄みっともねえなりをして見せつ先で見えなんぞ切られたんじゃ生物商兵衛の終わりやが迷惑だとっととあっちへつくんねえ。じゃあ。 どうあっても取り次いじゃおくんなされねえんで知られたこったこの上しの子の言っとると飲みの花ぶっかけるぜもはや何も言うところはなかった團十郎は焦然としてきびすを返すと軽い雪に重い足を踏みしめた。 第5章遅いね一体どうしたというんだろう川嵐に乗ってくる横吹雪の中をおますは小田原城鎮を袖でかばって二三寸積もった雪の夜道を不安そうに歩いていたもうとうに十字の鐘を聞いたのにいまだに夫が帰ってこないところから赤ん平を せんべい布団で寝かしつけるとたまりかねて途中まで出向いてきたのだった家からものの山頂とはいかない実験川の橋まで来るとおますは突然闇の中に人のうめき声を聞いたはっとして駆け寄りざまちょちんを差しつけてみると雪の中に仰向けになった男の既に背中は真っ白であるにもかかわらずおますは一目で それが夫であるのぼしって愕然とした。まあ、あなた、あなた、しっかりしてください。おますは手早く裾を帯の間へ挟むと、足だぼ脱ぎ捨てて白い素足に雪を踏んだ。あたしですよ。ますですよ。わかりますか。しっかりして、おお、おますか。ギロッと目を開けた團十郎は。 それでも用意に立てなかったまあこんなに冷えてうちはもうすぐ目と鼻の先ですから気を確かに持ってあたしの腕へしっかりつかまって」ようやく夫を助け起こしてその腕を肩に担いだおますは小柄とはいえ男一匹の重みを目だけのような華奢な背に支えながらよろめく足を踏みしめ踏みしめ 雪道をいへとだだのだった。はうような思いで雨戸を開けたおますは火鉢にかけっぱなしにしておいた自薬の振り出しを手早く湯飲みについで夫に飲ませたがその熱い振り出し薬が五体を温めたのであろう團十郎の苦痛もどうやら次第に落ち着いて顔に赤みの差してくるのがありありと見られた。 枕元へ座って夫の顔を少しの油断もなしに見つめていたおますはやがて低いしかもいたわるような声で尋ねた「このふりにどこまでお出かけなすったんでござんすお河岸おら菓,菓子のおはり屋さんまで出かけたんだだがおますおら今夜という今夜生まれて初めて生き恥をかかされたぜ」。 きそうだせっかく訪ねて行ったオワリアさんの店先でほら小こじ扱いされてきたんだな,なんですってお前さんを小じ扱いにそうだだがオワリアの旦那もあンマりじゃねえかイルスを使うのは仕方がねえとしても人をわらじせんこじにする旦那酒に人間落ちぶれたとなると 古桁の花をほどにも見ちゃくれねえもんなんだ今夜ばかりや人の心がようやく見通せたような気がしてならねえ,えなんということなさるんでござんしょう終わり屋の旦那に限ってそんなお人じゃなかろうと思っていましたのにあんまりひどいなされよ俺たち二人やたとえ藁を食っても辛抱するが何にも知らねえ子供だけにゃ 我が身の肉を食うような苦労はさせたかねえとそいつを考えたばっかりについ恥を忘れて出かけたんだがハリは金の無心でも何でもねえこの子も開けりゃあうになるんだ役者に仕立てて苦労をさせるよりいっそお屋さんで小僧にでも使ってもらえや後々のためにもなろうとそこを頼みに行ったんだそれなのに こっちの言い分も聞かねえうちから小遣い船の無心に来たと取られようとは俺は夢にも思っちゃいなかった一つところを見つめたまま石のように固くなっていたお松の目からはとめどなく涙があふれてもはや口が利けなかった油が尽きたのであろう一本飛ぼしんの腕藤が二人の背をさらに暗くした 第六章雪の翌朝は拭ったような上天気だった妙見堂の空には早くもタコのうなりが聞こえていたひっそりとした表にパーッと雀の飛び立つ気配がしたかと思うと静かに孔子の開く音が今しも朝茶を飲んでいた團十郎の耳を奪った「ごめんよ。 ほとんど訪ねてくる人もない今日このごろのしかも朝っぱらからの訪れにおますは不審を抱きながら障子を開けたあっしだよまあ貸しの旦那それは思いもよらない終わり屋の主人孫七だった恨めしいよりもこのどん底に成り下がった貧乏所帯を見られる恥ずかしさにおますは思わず 寺の袖をかき合わせて消えもいりたいようにその場に手をつかえた「こらおまっさんとんだ無沙汰をしてすまなかった親方はうちかい。はいうちならちっと会って話したいことがあって終わりやが来たと言っとくんなさいご覧のとおりむさいところではございますがどうぞお上がりくださいましてそうかい では遠慮なしにあげてもらうよ團十郎は今戸焼の招き猫の手あぶりの前に座したまま障子の外を通ってゆく終矢の足音にじっと耳を澄ましていた我から先に飛び出して迎えるのが本当であったが今朝の團十郎には体が震えてどうにもそれができなかった赤ん平を見つけたのであろうおお。 坊や大きくなったな」という孫七の声も手に取るように聞かれた「終わり屋は布団というのも名ばかりの座布団の上に座ったままぐるりと部屋の中を見回したが胸に描いていたよりも一層ひどいありさまに次第に眉のシワが深くなっていった」がふとそこの視線が背後の床の間へ移った時だった。 孫七ははっとした様子でにわかに驚異の目を見張ったなんと見事な黄金作りの大将火おどしの鎧重堂の弓全くこの住まいには似ても似つかぬ大旗本の表道具とも言うべき武具の一そろいしかも再び目を見張った終わり屋はさらに大きな驚きを覚えずにはいられなかったそれは 床の間一面に張り巡らした天竺木綿の幕にいかにも巧みに描き並べられた絵ではないか尾張屋の視線はしばし床の間から離れなかったこれはどうもお待たたせせいいしししままして申し訳がございませんやがてこう言いながら出てきた團十郎は憔悴した顔をこわばらせながら障子の前に小さく手を使えた。 束の間に沿ったのであろう今が今まで頬をうずめていた武将ひげはきれいに剃り落とされて青いひげ跡が一層その顔を寂しく感じさせたいや親方そいつはいけね今日はあがわびに来たんだそこにいられたんじゃ話ができねえからずっとこっちへ寄ってくんね今日の足はこんな高いところにいられるわけのものじゃねえんだい,いえもう 高いも低いも、こんな手狭なあばらえでございます。どうぞそのままにおいでなすっておくんなさいまし。そうかい。じゃあおめえさんに窮屈な思いをさせるのもなんだから、このままにしていようが。成田や、おめえさぞゆんべは腹が立っただろうな。ありゃあおめえ若えもんの計らいでしたこっちゃねえ。みんなこの孫七がさせたんだ。え それもこれも、実は、おめえのためを思ったからよ。手前のためとおっしゃいますかその通りだ。王ーの隙からそっと覗いて、おめえの姿を見たときには、俺は情けなさに胸が一平になって、そのまま飛び出してやるてえと思ったが。いやいや、そうでね。ここでおいらが飛び出したら、九代目團十郎の少年もそれっきりだ。 いっそ邪剣に叩き消してこれから先の芸を磨かせるのが本当のひいき心だと心を鬼に訳も煮に言いつけておめえに辛く当たらせたんだ憎い情け心のねえ男だとさぞかし腹で恨んだろうが察してくんねえこればっかりは後からでっち上げたヘリクスじゃねえんだそんなら旦那は 手前のことをそれほどまでに思っとくなすってもったいどうございます。そうとも知らずに四女は一晩中旦那をお恨み申しておりました。お詫びは手前のほうでこそ痛さにはなりません。そこで親方叩いて撫でるとおごんなさるかもしれねえが足の方も明け方までおめえのことが気にかかってまんじるともしなかったんだ。 見舞いと言っちゃ気に障ろうがそんなわけで起き抜けにやってきたようなします。どうか了見してくんねえとんだことをおっしゃいますそうまでおっしゃられるとなりたい花があったら入るていくらいでございます尾りや孫七はひそかに海中に手を入れると小野が噛みれをふくさぐるみ團十郎の前へ差し出したこいつはほんの持ち代だ収めといておくんなさい どういたしましてわざわざおいでを願った上にこんなことまでしていただいたんじゃ間違当たりますどうかこればっかりはいやおめえさんにどうのと言うんじゃねえ子供にタコでも買ってやんねえ子供に <laughs> 思わず見張った團十郎の大きな目からは熱い涙がハラハラとこぼれた「おますはいおめえからもよく旦那に」 これを申し上げてくんね子供にタコを買ってやれとおっしゃるんだ申し訳がございませんさすが女のおますはじっとしていられなかったのであろうそのまま破れたびに泣き伏してしまった尾張屋の目にも涙があったり田よ。口はぼってえことは言うようだがこれから先はおめさんのことは 終わりしとるじゃねえ貸しがしょって立とうから脇目をほらずに芸を磨いて日本一の千両役者になってくんねえ團十郎もおますもただ涙よりほかには何者もなかった明けて春3月尾張屋の肝いりで團十郎は中村座に迎えられたその時の出来栄えは 日本中の役者が束になってかかっても足元へもおっつくまいとの大評判を取ることができたそうしてそれをきっかけに九代目團十郎の人気はしの出の勢いで上っていった昭和十二年江戸名人伝より読み切り